こちら側の方が月がよく見えるからね。風の流れも肌で感じられる。あははまたカッコつけちゃってさ。よっと、カッコつけてるわけじゃないか。必要なんだよね。月明かり、雲の位置、風の流れが結構重要になってくるから、失敗の可能性はなるべく下げておきたいんだ。なるべくってあんたね、できる限りって言いなよ。失敗したら死んじゃうんだよ。大丈夫、失敗の可能性は軽微だ。この程度のミッション、昔は毎日こなしていたからね。むしろ危険なのはミッションが成功してからだ。ねえヨシア、本当にあんたがそこまでやる必要あるわけ？え？あんたも僕たちと同じエレボニア生まれなんだよね。そりゃお互い事情があって故郷に帰れないかもしれないけど、だからといってこの国に義理立てする必要ないじゃない。結社が何をしようが放っておけばいいんだよ。ねえ、今ならまだ間に合うよ。このまま僕たちと一緒にリベールを離れてさ、どこかの自治州あたりでパーッと一旗あげてみない？空賊家業が気に食わなければ他の仕事を探してもいいんだし。兄貴たちとも話したんだけど、この船のスピードを生かした運送業なんていいと思うんだよね。飛行船を使った運送業か。Oh my God, they actually end up doing it. 今後も需要は増えそうだし、なかなか有望なビジネスかもね。少なくとも空賊よりは確実に稼げると思うよ。それじゃあそうだね、結社の計画を潰して僕が生き残ることができたら。ああ、心配しなくても、僕たちの契約はこれで終わりだ。この作戦に協力してくれたら貸しは帳消しという約束だからね。いつでも出発してくれて構わない。もういい。え？バカ、誰が貸し借りの話をしてるのさ。もういい、あんたなんか知るもんか。勝手に危険に飛び込んで勝手にくたばっちゃえばいいんだ。ごめんジョゼット。まったく、鈍い振りも楽じゃないね。キールさん、あいつもいい加減ガキっぽさが抜けないんだが、それでも今のはやっぱりお前の言い方が悪いと思うぜ。そうだね、謝るつもりはないけど、すまないとは思っている。やれやれ、それがお前なりの気遣いだとは分かっちゃいるんだけどな。ま、さっきの話は真剣に考えておいてくれや。全てのケリをつけた後、あの遊撃士のジョーちゃんの元に帰るつもりがないんだったらな。それはないよ。所詮僕と彼女は生きている世界が違いすぎる。もう交わることはないはずだ。ふーん、まあいいけどな。だったらなおさら悪い話じゃないだろう。そうだね、前向きに考えておくよ。おいでなすったか。兄貴、来たのか。おお、小僧の読み通りだ。北東の方からぐんぐん近づいてるぜ。聞いての通りだ、すぐにブリッジに来な。わかった。I get to play Joshua now. Oh shit, his levels are, or his gear and levels are all old stuff. Oh.
name right. So there's additional sky bandits beyond just, I guess, the main three. おお、来やがったか。状況は。へ、おめえの読み通りだ。来な。高度1560アージュ、時速2100セルジュの速度で北北東からリベール領に潜入。高度速度ともに普通の船じゃないのは確実だぜ。おめえがつけた特殊レーダーがちゃんと効いてるみてえだな。いや、まだわからない。帝国あたりの偵察艇かもしれないからね。キールさん、目視は。捉えた。映像をそっちに回すぞ。Oh, they're Ouroboros. They're red. Machigainai. Konkai no target da. Hehe. Kore de butai wa totanotta ka. Zoku-zoku shite kuru ne. Ooshi. Oppa jimeru ka. Kozo. Kokoro no junbi wa dekite ru daro na.問題ない。僕が位置に着いたらすぐにでも始めてくれ。あ、ドルンさん、キールさん、それからジョゼット、今までありがとう。契約上の関係だったとはいえ本当に感謝している。え、はあ、はあ、本当なら作戦が終わった後に言うべきかもしれないけど、機会がないかもしれないから今のうちに言っておくよ。それじゃあ元気で。あいつ、たく、最後の最後でそうきたかよ。最後の最後まで本当可愛くないやつ。塩らしい顔で、何が今までありがとうだよ。そんなの聞いたって僕は嬉しくもなんともない。そんな言葉僕は欲しくない。ジョゼット、約束してよ。あんまり無茶はしないって。必ず生きて戻ってくるって。相手が相手だけに安請け合いはできないよ。でもこれだけは約束する。たとえ僕の目的が果たせなかったとしても、生きて帰っていつの日か君たちに改めてお礼を言おう。それでいいかな。うん。忘れるなよ。絶対に約束だからね。高度1559アージュ、北北東よりリベール領内に潜入。このままバレリア湖上空まで進路を固定しろ。了解。リベールの警備艇には気づかれなかったようだな。ステルス機能か。便利な装置を積んでいるものだ。まあそんな機能でもないと大騒ぎになるだろうからな。この船はともかく、あの化け物が侵入した日には。はは、違いない。敵襲か。うろたえるな。レーダーはどうした。レーダーに反応。4時方向から小型艇が接近。データベース照合。帝国ラインフォルト社製カプア空賊団所属山猫号。空賊だと。スカイバンデThank you.
よし。やった、成功だよ。おほ、やりやがったか。よし、俺たちもずらかるぞ。空賊艇離脱したぞ。どうする、追撃するか。いや、放っておけ。王国軍の警備艇ならともかく、小物に構っている場合じゃない。そうだな、今はグロリアスの航路確保の方が優先だ。一旦帰投する。空賊どもに関してはカンパネルラ様に報告しよう。あっちも引きやがったか。何から何まで小僧の読み通りだったな。うん。ジョゼット、心配するな。あいつのことだ。きっと無事に戻ってくるさ。うん。そうだよね。約束したんだもん。ちゃん。そっか、そんなことがあったんだ。検定レーベル、とんでもなく大胆な男ね。ああ、まったくだ。そんなわけでみすみす敵を見逃しちまってな。すまん、弁解の余地もね。いや、その場合は見逃すのが正解じゃろう。墓地で騒ぎを起こすわけにもいかんからな。それにしてもそのハーメルという名は妙に気になるな。その名前、前に女王宮でロランス少尉と戦った時にも出てきた気がするのよね。クローゼ、何か知らない？いえ、残念ながら多分おばあ様は何かご存知だと思うのですが、国家間の問題というからには教えてくださらないかもしれません。そっか。オリビエはどう？エレボニアの村なんでしょ？うん、それはまた奇妙な名前が出てきたものだね。奇妙？ハーメルというのは帝国最南端にあった村だが、現在その名前は帝国の地図には載っていないんだ。え？載っていないって？何年か前に山崩れがあってかなりの死者を出したそうでね。今では廃村となっているらしい。廃村？そうだったのか。でもかなりの死者が出たって。軍が災害救助に出動したから詳しい話は知らないんだが、一説では全滅に近かったと言われているそうだよ。全滅。確かにひどい山崩れだと村が丸ごと飲み込まれることもあるらしい。山津波というんだそうだ。なるほど、言い得て妙ね。でもそれがどうしてリベールの女王様と将軍に関係してくるのかしら。さて、今のところ全く見当もつかないね。うん、わしの方から帝国のギルドに問い合わせてそのあたりの事情を聞いておくか。まあハーメルについてはそのくらいにしておくとして、まずはお前さんたちに今回の報酬を渡すとしや。今回の竜騒ぎは本当にご苦労じゃったな。まさに遊撃士協会の面目役所といった感じぞ。そっかな。だが実験そのものは阻止できなかったからな、あんまり威張りやしねえさ。それにこれで王都を含めた5つの地方全てで実験が行われたことになるわ。次に結社がどう動くかすぐに見極めないといけないわね。それなんじゃが、お前さんたちここらで少しばかり骨休みをせんか。
骨休みってそのままの言葉じゃよ。ルーアン地方から始まって立て続けに5つの事件じゃ。ここらで休んでおかんと身も心も疲れ果ててしまうぞ。でも連中が何か起こしたら私たちが動く必要があるわ。休んでいる余裕はないと思うんだけど。今回の竜の一件で王国軍の警戒も厳しくなった。その分こちらに余裕ができたと考えてもよかろう。それにどうやらクルツたちが目星をつけたらしいのじゃ。え？目星ってのは見食らう蛇の拠点か？数日中に確かな情報が入りそうじゃ。もし連中のアジトが判明すれば一気に忙しくなるに違いない。じゃから休めるうちに休んでおいてほしいんじゃよ。そっか。そういうことならお言葉に甘えさせてもらうべきだろう。コンディションの調整も遊撃士の仕事と言えるからな。Are you gonna put on your keys? No, my keychain's loaded up. I like the stuff you drew more. Catherine, can you cut my hair? Do you have scissors or razor? Can you cut my hair with scissors? Catherine, feel this. This little, like, you see this skin? I like this. I like having this little patch here with no hair on it, but it's really small.And you can cut my hair if you want. You can do a messy job. I don't care. Can you do that? No. I like having hair. It makes my head warm. It lets my hair warm. Are you going to give me money to do it? $100? I'm kind of scared though. Fine. Do you have a scissors to cut my hair a bowl? You can do whatever you want to my hair. Don't you worry, Kishi?I did it. That's at my apartment. Oh, then no. Okay, shit. Just go to the barber. I'm not going to the barber. That's a waste of money. Shave your head for free and then you say, oh, I'm having second thoughts. They don't shave your head for free. You know you have to pay them, right? You don't make any money being a monk. It's not a job. You have to pay for your food and lodging and stuff. It's like a hotel. They don't pay you to be there. You have to pay them for your food and your room and stuff.You don't make money, it's for people who already have some money, or who have no money, I guess, and maybe they take you for free. But I doubt they take like homeless people, because then I bet a bunch of people become monks. No! I'm curious, here, take this. Take it. You sure you don't want Giovanna? I don't want Giovanna on it, okay? Are... Is being a monk a paid job? Let's see.Oh my god, they make money? $21 an hour? Really? I thought you said you don't get paid money. I don't think they have to pay taxes. I thought it was the opposite. I thought you had to pay them money. Lifestyle, unlikely. You'll find a monastery that will pay you. Okay, so where the hell are they getting a number from? Let's see. Maybe you get paid for services like funeral rites.Like preaching. What does the internet say? Helping those... How do monks and nuns live without money? Monks and nuns are forbidden by vows from personally possessing anything, but their monastery makes money off their labor and provides for their need. Okay, so it turns out they don't pay you, but they give you free lodging and free food, I guess. Pretty sure they're paid for their services.Like in Japan, the monks that go to the donations from they do money. They get donations from the community. Monks line up with food bowls and people make offerings for food. That's their meal whenever it's offered. Not allowed to work for money. It's tradition that they're not supposed to handle money. It's a bunch of diarrhea pills and food. What? Wait, Catherine, do you want to go with mom to HMR to get her pun bun or whatever pun job? Come on, family time. It's 4th of July. It's on me.We're gonna make a hamburger when we get home, but I don't know when mom's gonna have energy to leave. I thought we were gonna leave hours ago, but I guess not. I guess we could eat hamburgers first and then do it. I don't know what mom wants. Why should we get angry? She's brown? Racist? You don't like that she's brown? It's easy.
is easy. Catherine, you don't even play the game though. But you don't play the game though. So why don't you just play for fun though? No, but why don't you just play multiplayer for fun? That's why you buy the game generally. You buy fighting games to fight other people. So I can get the money for fishing. Okay. So why don't you play more, but not for money, just for fun. But the fishing currency... Like, I'm playing this game for fun. I'm not playing it to get a virtual currency. I don't think you understand. You're playing it for the money and the fishing instead of playing it because the multiplayer is fun. No, but why don't you play... No, but why don't you play it because the multiplayer's not because it's giving you a reward, but because it's fun in of itself. For rewards? Play Genshin for rewards? I do. But I also think it's relaxing and fun. This game I don't play for rewards. There is no rewards. The rewards is playing the game. Yeah. I think that's way better. I'm having fun. Like doing things. My reward's having fun. This is not monetary incentive. I'm having fun playing. Just regular incentives. Playing? Are you retarded? Are you like special needs or something? Are you special needs? Oh, you should just play because it's fun. I'm not. You should play because it's fun. You're not. That. You piece of shit. I'm not. What are you talking about? 確かに。ここいらで。軽く一休みも悪くねえか。You can beat balls on me, but I like Genshin Impact because it's fun. I like it, honey. いい感じに話がまとまってきたじゃないか。しかし、ご老人、骨休みを進めるということは何か心当たりがあるのかな？鋭いな。実はネーベル市長からいいものをもらっておるんじゃよ。龍事件の報酬とは別にな。市長さんからいいもの？ズバリ南の湖畔にあるカワセミ亭の特別チケットじゃ。お前さんたち全員が3日ほどタダで泊まれるぞ。本当？ナイス。おお、さすが名高きボス市長だ。先輩らしい心遣いですね。いっとそれってみんなでどこかに出かけてお泊まりするってことですか？そうよ。バレリア湖畔にある眺めのいい宿屋さんでね、お酒も料理も美味しいし、船遊びとかもできちゃうわよ。そいつはなかなか良さそうだ。確かにあそこならいい気分転換にはなるかもな。どうせだったら思いっきり羽を伸ばしちゃいましょう。さてと、俺たちは一足先にカワセミ亭に行ってるぜ。わかったわ。チェックインの方はよろしくね。ルグランローが連絡してくれたから部屋が取れないことはないはずだ。はい、任せてください。さてと、ギルドの掲示板を一応は確認した方がいいよね。ボス各地で竜の騒ぎが収まっているかも気になるし。ま、せっかくご老人がわざわざ勧めてくれたんだ。ほどほどに切り上げて湖畔に向かった方がいいだろう。それは確かに。とにかく用事を済ませたらバレリア湖に向かいましょう。はい。カワセミ亭はボースの南、バレリア湖のほとりにある。南街区から出てアンセル神道をまっすぐ南に下れば着くはずじゃ。宿の方には
わしが連絡を入れておいたからの。しばらく心配事は忘れてゆっくり英気を養うんじゃぞ。何か依頼を。What stuff is...So we get, we're at C rank, a fishing rod that can use any bait. Deathblow, Grail Locket, Gladiator Belt, Stray Guys, and Aura Guard. あの、ちょっといい？はい、なんでしょう。あなたがコルナさん？私たち遊撃士協会の者なんだけど。まあ来てくださったのね。お待ちしておりました。私が依頼を出したコロナです。あ、はじめまして、遊撃士のエステル・ブライトよ。突然お呼び立てして申し訳ありません。ですが私一人の力ではもうどうしようもないのです。とりあえずお話だけでも聞いてはいただけませんでしょうか。うん、大丈夫よ。こんな大所帯で立ち話もない。まずは腰下ろして、それから話を聞かせてもらおうか。あっと、そうね。じゃあ適当な場所に落ち着くことにしますか。掲示板を見たが、人を探しているそうだな。何でも10年前に行方不明になったとか。はい、実は姪を探しているのです。名はレイニと申しまして、無事でいてくれれば今頃は20歳のはずです。無事でいてくれれば。うん、なるほどな。10年前の意味がようやくわかったぞ。100日戦役ですね。あ、はい、お察しの通りです。当時姉の一家がこの町に滞在しておりましてね、不運にもあの突然の戦火に巻き込まれてしまったのです。間もなく知人のつてで姉夫婦の死を知りましたが、10歳になるレーニの行方は最後まで分かりませんでした。あれから10年、私たちもすっかり諦めてしまっていたのですが、ところが最近になって新たな知らせがあったのです。レーニを現地の方に預けたと。それじゃあレーニさんは生きてるの？それは分かりません。何しろ預けた方のお名前も分かっていないぐらいですから。ああ、そうなんだ。でも私は信じていますの。きっとあの子は生きています。そう信じているからこそ皆さんにお願いするのですわ。事情は分かった。確かに調べてみる価値はあるな。でもちょっと手がかりが少ないわね。今のところ分かってるのはその人の名前と年齢だけよ。あの、それなら写真をお持ちくださいませ。
写真ってレイニさんの？ええ、こんなものですが。かわいい女の子ですね。まったくだな。10歳ぐらいというところか。ちょうど10歳ですわ。誕生日の時に撮ったそうですから。エステルさん、どうかしましたか？うん、ちょっとやりきれなくて。あの子が、あの戦争で辛い目にあったかと思うとね。ああ、言葉も出ないな。なんとか努力して家族に会わせてやろう。うん。では、この写真拝借させてもらうぞ。はい、お持ちください。さてと、これで一通り話を聞いたわけだけど、どうやって捜査を始めようかしらね。うん、せっかく借りたんだ。その写真を有効に使わせてもらおう。え、写真を？ああ、とにかくそいつを町の者に見せて歩くんだ。娘さんの顔を見れば何か思い出す人もいるだろう。そっか、昔といってもまだ10年前のことだもんね。それじゃあまずはその方法で捜査を始めてみるとしますか。どうぞよろしくお願いします。何かありましたらまたこちらにいらしてくださいね。分かったわ。Oh, it's that one. Buy one, get one carpet? Oh, what a deal!
$5 for a carpet? That's insane. Why is his feet so long? They're not that long. Where's Bird? I want the real things on me. Can you get me? Kathy, want some fruit punch? It's a lot. Drawing pool you'll ever use. Prices are the same though. It'd be nice if they actually made it a real sale. Thank you.
have up to 4. Wait, all our ornaments are up to 8, I think, right? Death scream. Don't have death scream, be just punching, I guess. Everyone's ornaments are good, I think. ミラノさんのお部屋はここかしら。ああ、うちがミラノやけど、あんたら遊撃士の人たちやな。僕は協力員だがね、ラベンヌ村まで護衛の依頼があるそうだね。ああ、その予定や。果樹園の様子を見に行こう思とってな。しかし、ずいぶん若い姉ちゃんもおるようやけど、腕の方は大丈夫なんやろな。失礼ね。私だって声優劇師よ。この者の実力は俺が受けようぞ。それでも信用できないなら悪いが他を当たってくれ。見かけによらんちゅうことか。まあええわ、とりあえず信用したるで。 Need I remind you I have a really big stick? でどうや、今すぐ出発できるんか。あ、うん、いつでも OK よ。よっしゃ、ほな早速出発やな。行く先はラベンヌ村よね。ってことは町の西口から西ボス街道に出るわけか。はい、そういうことですね。ならうちは先に西口に行って待っとるわ。あんたらは何かと準備も必要やろうしな。あ、それだと助かるわ。じゃあまた後で。よっしゃ、それで行こうか。じゃあ待っとるで。さて、それじゃあ私たちも行きましょう。はい。出発しようか。うん、そうしましょう。目的地はラベンヌ村ね。ああ、道順は問題ないだろうが、道中の魔獣はできる限り避けていくぞ。そうやな、無益な戦いは避けていくのが賢明や。仕事ぶりによってはボーナスも弾ませてもらうで。期待に添えるように。それじゃ出発進行。 Alright, let's go. Can we go back? Oh, we can.なんや、なんか、うん、ちょっと補給に行ってくるわ。すぐ戻ってくるから早いとこ頼むで。 OK, let's go talk to the mayor. いや、これはこれは皆様、この度もお嬢様をお助けいただき、今
回はそういうリラさんが一番大変だった気がするけど、体の具合はもう大丈夫なの？このリラのことでしたらご心配には及びません。それより皆様はこれから湖畔の宿にお出かけになるとか、竜の騒動をはじめとして今回もご多忙だったご様子、どうぞこの機会にゆっくりとご静養なさいますように。うん、ありがとう。遠慮なく楽しんでくるわね。この度もお嬢様をお助けいただき、それでは。あら皆さん、今回はお疲れ様でしたわね。あの金曜石の結晶大切に使わせていただきます。ところでチケットのことはもうお聞き及びになって？あ、うん。せっかくのご好意だし甘えちゃおうと思ってたところ。ええ、ぜひそうなさって。しばらくの間ですがゆっくりなさってきてください。そうさせてもらうよ。うん、この機会にしっかり体を休めてくるわ。休むのも仕事のうちと申しますわ。それでは皆さん、どうぞ良い休日を。しばらくの間ですがゆっくりなさってきて。休むのも仕事のうちと申しますわ。もう準備。うん、それじゃ。Okay, let's go.なるほど、情報通りやな。果樹園の方も一応の再建が始まっとるようやないか。道は険しいだろうが貴重な一歩と言うべきだろう。千里の道も足元からだぞ。 Who said that? I've heard that before. Who said that?うん、いろんな形で援助も来てるみたいだしね。きっと立ち直ってくれるわよ。ああ、そう信じとるで。なんとかしてうちら商人も力になりたいんやけどな。あ、ミラノさんも村を支援するために？そんなおこがましいこと考えたらバチが当たるで。うちが来たんはあくまで商売のため。とにかく果樹園の状態を確かめたかっただけや。もちろん必要があるんなら投資はする予定やけどな。さて、それじゃうちはもう仕事にかかるで。あ、うん、じゃあここでお別れね。ああ、そういうことやな。あんたらの腕前なかなかのもんやったで。ボーナス弾むようにギルドに連絡しといたる。ほんとに？嘘ついてもしゃあないやないか。ま、楽しみにしとき。そいじゃ、帰り道も気をつけていくんやで。お仕事頑張ってね。 OK, I guess that's it. Gets us to wrap it in. That was easy.
nice. Head back. Thank you.
not a jerk. Come on. That was nice. I liked him. He was surprisingly pleasant. I thought he'd be more of an ass, but he was pretty nice. カワセミって南宿千葉。 So, how do I do this quest? Memories of distant days. Oh, you have to go show it to Lila or Maybell. Okay. So you have to actually use it, you don't just talk to people. まだ仕事がございますので。 I think it's probably her. 今は申し訳ありませんが。 It has to be her. It looks exactly like her. Yeah. わ、 これは、 この写真、一体どこで。 うん、実はね。 そうですか。今になってそんな話が。何か心当たりがあるの？ええ、ちょっと。この写真、リラにお見せになりまして。あ、うん。さっき見てもらったわよ。それで、
何か言っていませんでしたか？なんだかすごく驚いてたみたいだけど、でも結局それだけで何も言ってくれなかったのよ。これってやっぱり何か隠しているのかしら。そうでしたか。やはり私が話さないとダメなようね。ちょっと話が見えてこないんだけど、一体どういうこと？あの写真の少女、あれはリラですわ。ほう、なんというか衝撃の新事実発覚だね。こいつは驚いたな。あのそれって間違いないの？ええ、確かだと思います。リラが当家に来たのは今から10年前のとある日、ボースが百日戦役の戦火に包まれた。そうだったんだ。市民の避難先から戻った父が一人の少女を連れてきましたの。見ず知らずの方に託されたと、そう父は申しておりましたが、その女の子がリラなのです。依頼者の証言と一致する部分が多いな。信頼できる話だと思うぞ。でも名前が違うじゃない。コルナさんの名護さんはレーニって名前のはずでしょ。レーニ、それがリラの元の名ですの？うん、依頼者はそう言ってたわ。ひょっとしてメイベル市長もリラさんの本名を知らないの？残念ながら。本人は名乗らなかったのかい？名前も言えないほど幼かったとは思えないがね。ええ、名乗ってくれればよかったのでしょうが。当家に来た頃のリラは口を聞いてくれませんでしたの。何と申したらよいのか。そう、まるで言葉を忘れたような状態だったのです。どういうこと？精神的なショックによる一時的な失語症かもしれんな。過酷な体験によって起こることもあるらしいが、全くため息しか出んな。よほど辛い目にあったのだろう。きっと心に深い傷を負っていたのでしょうね。みんなで努力しましたが、あれは心を閉ざしたままで。ですから私たちにもリラの本名はわからないのです。じゃあ今のリラさんって名前は？父が名付けたものですわ。名前がないのでは何かと不便ですからね。なるほど、話はわかった。そういうことならあとは本人に聞くしかないな。ええ、そうなりますわね。ともかくあの子を呼んでみることにいたしましょう。お連れいたしました。ありがとう、サラ。もう下がっていいわよ。はい、失礼いたします。こちらにいらっしゃい。
何かご用でしょうか。あの写真、私も見せてもらいました。久しぶりに懐かしい顔に出会えたわ、リラン。あれはあなたね。黙っている理由は私にも察しがついたよ。あなた、父のことを気にしているのでしょう。あなたが暴風に深い恩義を感じているのは知っています。でもね、リラン、それをあなたの人生の重荷にはしてほしくないの。重荷？ええ、現に今のあなたは口を閉ざしているじゃない。父に対する負い目がそうさせているのではなくて。そんなことは。父はよく言っていたわ。過去にとらわれている限り決して新しい道は開けないと。リラン、あなたはもう十分に当家のために働いてくれたわ。もうこれ以上過去に引きずられる必要はないのよ。コルナさんにお会いなさい。会って自分の人生を取り戻してちょうだい。お嬢様、おっしゃることはよくわかります。しかし残念ですが、皆様がお探しの霊にはもうここにはおりません。どういうこと？霊にはあの戦争で父母と共に命を失いました。この大地のどこかで今も安らかに眠っている。私はそう信じて今日まで生きてきました。そうとでも思わないと寂しくてたまらなくて。リラ、リラさん。そんな、そうだったの？あなたがそんな気持ちを今まで抱えていただなんて。でもリラさん、もうそんな嘘は必要ないんじゃない？メーベル市長やサラさん、羊のメントスさんに、マーケットの人たち、みんなリラさんのこと身内みたいに思ってくれてる。今のリラさんはちっとも孤独なんかじゃないわ。エステルさん、私もその通りだと思います。うん、俺も同じ意見だぞ。あくまで今回の事件を間近で見ての印象だがな。そうだね。少なくともこの僕はリラ君を熱烈に愛しているわけだし。リラ、皆さんの声が聞こえた。私にとっても、いいえ、父が亡くなった後はあなたが唯一の家族だったわ。なのに孤独だったなんて。そんな悲しいことはどうか言わないでちょうだい。お嬢様。それにね、辛い出来事を忘れるために自分に嘘をつくだなんて、それこそ父の嫌っていた過去に囚われた姿そのものよ。せっかくの父の教え、無駄にはしないでちょうだい。リラ、コルナさんにお会いなさい。それともあなたは恩人の教えを無視するような恩知らずな人間なのかしら。わかりました、降参です。まったくお嬢様も人が悪い。そんな風に言われたら誰も嫌とは言えませんよ。そう仕向けるのが交渉事の基本ですわ。うん、どうやら話もまとまったようだな。よかったわ、丸く収まってくれて。ええ、なんとか。さて、では早速お会いしに参りましょう。会いに行くってメイベル市長が？ああ、問題ないだろう。父上の名代という形で同席を許可できるはずだ。恩に来ますわ、リラ、行きますわよ。はい、それではお供いたします。もう何を言ってるの。お供するのは私の方ですわ。ほら、先に立って歩きなさい。ですがたまにはいいんじゃないかしら。だって主役はリラさんなんだし。そういうことですわ。さあ早く行きなさい。お嬢様。そうだったの、まさかそんなことになっていたなんて。レーニ、
今までごめんなさいね。もっと早くに見つけてあげたかった。いいえ、おばさま、謝ったりなさらないで。全ては時代のせい、誰にも罪はないのです。それにこの10年の間、私は本当に幸せでしたから。メイベルさん、改めてお礼させてください。あなたとお父上はまさしく私たちの恩人ですわ。いいえ、そんなことは。感謝しなければならないのはむしろ私たちの方ですわ。リラがいたおかげでどれほど励まされたか。うん、失礼、レイニさんでしたわね。いいえ、いつものようにお呼びになってくださいな。こちらではその名前で生きてきたのですからね。でもよかった、このメイベルさん、これからもどうぞこの子をよろしくお願いします。ええ、それはもちろんですが、あのリラを連れて帰るおつもりはございませんの？はい、はじめはもちろんそのつもりでおりましたが、今のこの子の姿を見たらそんな気はなくなりましたわ。このままここで暮らすこと、それが一番この子にとって幸せなことに違いありません。おばさまそんな顔をしないで。もちろんたまには私にも顔を見せてくださいね。そうしょっちゅうというわけにはいかないでしょうけれど。あら、どうしてですの？お話ししていませんでしたが、私たちの故郷は遠いところなんです。レマン自治州という土地を皆さんご存知ですかしら。レマン自治州？それってあの教会の訓練場がある場所よね。面白い偶然もあったものだな。そっか、リラさんって実は外国の人だったんだ。言われてみれば確かに独特な雰囲気があるけど。飛行船があるとはいえ、いつの日にかあなたに訪ねてきてほしいけれども、それまでは手紙でのやり取りになってしまうわね。はい、ですがきっとお暇をいただいていつかお伺いしますから。ええ、その日が来るのを指折り数えて待ちますわ。さあ、例に最後にもう一度顔をよく見せてちょうだい。本当に姉さんそっくりになって。母に？ええ、生き写しだわ。若くして亡くなったあなたのお母さんに。ずっとあなたを見守っていてくれたのね。素晴らしい方と出会えたのもきっとそのご加護のおかげだわ。お母さんの分も幸せに生きてちょうだいね。はい、おばさま、お約束いたしますわ。ねえリラ。はい、お嬢様。先ほどの話だけど、いつにするつもり？里帰りの日取りですか？いえ、もちろんまだ決めていませんが。そう、もし決まったら早めに知らせてちょうだい。私もスケジュールを調整しなければならないから。お嬢様が？ええ、私も一緒に行こうかと思っているの。あなたの故郷がどんなところかぜひ見てみたいですからね。それに、それにリラの子供の頃の話もいろいろとお聞きしようと思って。あなただってお父様から私の話を聞いているでしょ。こっちも弱みを握らないと取引としてフェアではないわ。なるほど、それが狙いですか。しかしお断りしておきますが、私の子供時代は至って貧困法制、おてんばだったお嬢様と違い、聞かれて困る話などありません。あら、それはどうかしら。あまり私の交渉術を甘く見ない方がよろしくてよ。お手並み拝見いたします。
が、帰省の日取りは追ってお伝えしますから。ええ、お願いしますわ。さてと、今日の予定はどうなっていたかしら。はい、お茶の時間まで市長邸にてご執務、その後マーケットの新規参入審査会がございます。まあ、審査会は今日でしたっけ。大変ですわ。早く書類に目を通さないと。リラ、急ぎますわよ。やれやれ、この調子では休暇など当分先の話になりそうですね。血はつながってなくても、やっぱり家族は家族なんだって、それを確かめられただけで私は励まされた気がしたもの。エステルさん、そうですか。そう言っていただけると、この私も幾分か救われます。ところで、リラさんはいつ実家に行くつもり。日程は未定ですが、お嬢様のご予定次第ですね。何しろお嬢様とご一緒することになりましたので。ええ、ですが当分は無理だろうと思います。お嬢様は相変わらずご多忙、ご予定が空くとも思いません。確かに。まあ、すぐには無理でも、いつか必ず訪れるつもりです。それまでゆっくり、機会を待つことといたします。